時間になりました。皆さんおはようございます。一緒に神様を礼拝していきたいと思います。我らの主、私の主だけではなくて、我ら、私たちが主やっていくの、同じ主をあがめていく、その素晴らしい礼拝の時を感謝します。一言祈ります。天の父様、ありがとうございます。主をどうぞ一人一人がその喜びにあふれた礼拝を捧げることができますように、遅れている 方のうちに神様どうぞその足を早めてくださいますように、インターネットで礼拝している一人一人のうちに主よ、あなたの愛があふれるよう祝福してください。愛するイエス様の名で感謝してお願いいたします。アメン。我らの主に立て、我らの主に歌って新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に歌って新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。素晴らしい愛、この賛美も手も手をたたえよう。おっと、イエスはイエス、イエスはイエス、この賛美も手も手をたたえよう。我らの主に歌って、新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に歌って新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。珍しい、珍しいやつ、この賛美を手を手を伝えよう。イエスはおーイエス、イエスはおーイエス、この賛美を手を手を伝えよう。我らの主に歌って、新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。我らの主に歌って新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。珍しい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 、この賛美を手を手を伝えよう。I'm gonna make you mine.
Thank you.
てください。マギルのように輝きながら、あなたの愛を伝えたい。月様のように輝き続ける世の光に
Yeah.
ただ感謝をしよう。こんな私のためにさえ命まで与えた十字架の愛の大きさにただ感謝をしよう。今こそキリストの愛に応えて命
ちは喜びを持ってこの身を捧げ、そして神様を礼拝していきたいと思います。しばらく祈りましょう。天の父様、ありがとうございます。この朝もあなたの前に礼拝しております。神様、ありがとうございます。どうぞ私たちの心からがもう一度あなたに喜んでいただける備え物として捧げます。神様、どうぞお受け止めください。そして神様、私たちを愛してくださったその愛があまりにも大きいので、喜びに感謝しながらあなたに応えていく、あなたについていく、自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。誰でも私の弟子になったんだなと思います。あなたの弟子として、ただ一人のお客さん、ギリギリで天国に入る、そのような生き方から脱却して、あなたの弟子にさせてください。育ててください。あなたに似るものとして、有益なものとして、用いられるものとして、私たちを洗ってください。主よ、あなたについていきます。私たちをお持ちください。主の心から血潮によって清めていただいて、汚れた良心が現れて、あなたに近づき礼拝します。主よ、私たちの礼拝をお聞きいただきなさい。神様、あなたと共にこの安息の時間を、この日曜日の朝を過ごせますように、今から感謝と賛美を捧げ、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りを捧げます。アメン。それではどうぞご起立ください。天地の救い主、神を信じます。一人の私の主キリストを信じます。天地の救い主、神を信じます。一人の私がイエス・キリストを信じます。主の才能によりおとめマリアより生まれ、キラトのもとで苦しみ、十字架につけられた。
皆さんと一緒に、クリアファイルの宣言をしていきます。まず3番モーセの実会からいきましょう。はい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神主の御名を御なりに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なるとせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を失ってはならない。アーメン。6番パウロの、はい。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に目指し愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の導きさ様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。お祈りをいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。今日も私たちはあなたの御前に進み出て神様を礼拝するその時を持っています。神様、どうぞ深くあなたを礼拝し、どうぞもっとあなたを見上げ、賛美しましたように私たちの心の目が開けて、主よ、盲目の状態でした。目が見えませんでした。心の目で神様を見るそのことができていませんでした。もう一度信仰の創始者、完成者、目に見えないけど生きておられるイエス・キリスト、父なる神を私たちの心の目で見ることができ、認めることができ、そのお方に頼っていくその第一歩として、この週の初め礼拝をお導きください。御言葉と聖霊を通し神様、私たちを養ってください。感謝します。期待します。インターネットを礼拝する方々のうちに臨んでください。御言葉を妨害する、聞くことを妨げようとするこの悪しき力を踏み砕き追放します。イエスの御名によって出て行け。聖霊なる神様、私たちを覆ってください。血潮で守ってください。この場所をあなたの愛で覆ってください。安息できますように祝福してください。イエスキリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。2月の10日、2月第2週に入りました。今日はですね、キリストの復活、ということで今日から、入っていきますけれど、イエス様は金曜日の午後3時に十字架の上で息を引き取り、そしてその日没前までに墓に葬られました。安息日になる寸前に葬られ、それいて安息日になり墓の封印がされました。それを開けることができない、開けたら分かるように封印というものがされた。安息日が終わって日曜日になって女性たちが墓に移動してきました。時を同じくしてイエス様は復活されました。皆さん、イエス様は蘇りました。そのことを喜び信じる人はアーメンと言ってください。アーメン。まずこの賛美をしましょう。聖歌172番、墓の中に。墓の中に糸引く葬られた
り帰り、死と悪魔に立ちし、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよう、イエスを。アメン。それではマタイ福音書28の2から4、続いてルカ24の1から8を、一緒に読んでいきたいと思います。マタイ福音書28の2から4、まず、一緒に読んでいきましょう。2節から。はい。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。蘭兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。続いてルカ24の1から。春の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が脇から転がしてあった。入ってみると、主イエスの体はなかった。そのため、女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって、地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方は、なぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。また、誰々におられるところ、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出したとありますね。キリストの復活第一、今日はこのメッセージを取り継いでいきます。第一番目。まず、そこにあったのは開いた墓です。28、また、2から4。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。すると、まあ、聖書は日曜日の朝を、週の初めと呼んでいます。週の初め、つまり土曜日、安息日土曜日を週最後の日、まあ、日本のカレンダーでは月曜日からというような、感覚がありますけど、聖書では、今日この日曜日が週の一番最初だ、そういうふうに教えるんですね。女性たちの動きを少し追っています。少し前の出来事、大きな地震が起こったようです。まずイエス様が死なれた瞬間、金曜日の午後3時に大きな地震が起こった。そしてもう一度起こってるんですね。イエス様が死んだ時1回目、2回目はイエス様が復活した時に起こった。で、天使が降りてきて墓の石を転がしたっていうんですね。で、その天使が降りてきて墓の石を転がしたことと、まあ、地震には関係があると見られます。天使たちの顔を見るとどうでしょうか。稲妻のように輝いていた。そしてその衣、その洋服は雪のように白かった。天使っていうのは稲妻のように輝く、まあ、光を放つ稲妻のように輝き、雪のように真っ白な衣を着ていた。皆さん、この天使はですね、人間の力を打ち破ったんですね。ローマの権威、封印、墓の封印、開けられない、人間の最高の力を持って封じ込めていたこの墓が破られた。皆さん、人間の策略は見事に打ち砕かれた。そして人々は恐れたんですね。天使たちを見て、また28の4、蘭兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったとあります。蘭兵たちは天使を見て震え上がった。死人のようになったというのは、
あまりにも怖くて固まって動けなくなった。今もし天使がやってきたとしたら皆さんどう感じるでしょうかね。彼らはこの番兵たちが見張ってた人たちは天使を見て恐れて硬直して固くなり動けなくなった。それを聖書では死人のようになった、もう力が抜けてもう腰が抜けて動けなくなった。開いた墓で人々はそういう出来事が反応があったということですね。開いた墓1番目でした。2番目いきます。女性たちはどうだったか。今度はルカ24の1から、まずマグダラのマリアが墓にやってきた。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。マグダラのマリアが最初にお墓に来たっていうんですね。マグダラのマリアってどういうマリアでしょうか。罪深い女性でした。罪を繰り返して犯していたので7つの悪霊に疲れた。罪を犯し続けていると悪霊に支配されてしまう。しかしその状態から解放してもらった女性がマグダラのマリアです。皆さん、一番罪深い女性が一番最初にイエス様のところに来た。聖書が言うように後のものが先になり先のものが後になる。そして多く許されたものは多く愛する。多く許された人です。彼女はたくさんの罪を犯しました。だから多くイエス様を愛するようになった。皆さん、聖書の言葉通りですね。マグダラのマリアはお墓に来ました。しかしどうだったでしょうか。石は取り除けられ封印は破られ墓が空っぽであった。墓が空ですよとこのマグダラのマリア弟子のペテロとヨハネに知らせるために走っていった。続いて墓に別の女性たちがやってきたんですね。マルコ16の3、彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていた。石が大きな石が置いてあって封印してあるからどうやって見ることができるか、墓の石を動かしてくれないだろうかと心配しながらやってくるとですね、もう石が転がっていた。誰かあの大きな石を転がしてくれないかな。したら誰かの動かしてくれた。驚いた。石が動いてるんでね、入り口が開いてるので中に入った。墓に入ってきました。ルカ24の3、入ってみるとシュエスの体はなかった。入ってみるとイエス・キリストの体はなかったとあります。どうだったでしょうね。イエス様がいる、イエス様の体を丁重に葬りたいと思って来たのにもう体がない。どうしちゃった。途方に暮れてね、呆然としています。そんな状態です。これが女性なんですね。3番目、続いてそこに天使がやってきます。4節、ルカ24の4、そのため女たちが途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女の近くに来た。ここ詳しく見てみるとですね、ルカの福音書では2人の人って書いてあります。2人の天使のこと、2人の人。しかしマルコ福音書では1人の天使って書いてあるんですね。どっちが本当でしょうか。2人なのか1人なのか。しかし皆さん、これは矛盾ではないんです。聖書はこういうのをね、矛盾だ、聖書は正しくないっていう人もいるんですけど、まあ実際2人いたんですね。でも主に喋ったのは1人だったんです。もう1人の子は話さなかった、一緒にいただけだった。だから2人だけどマルコでは1人というふうに語ったんでしょうね。この天使を見て女性たちは顔を伏せた、地面に伏せた、恐れて伏せた。ルカ28の後、恐ろしくなって地面に顔を伏せたってあります。皆さん、これはユダヤ人にとっては自然な感情です。普通ですね。恐ろしくなる、恐れる、天使を見たら死ぬ、もう震え上がる、そういう自然なことです。まあ私たち日本人も同じだと思いますけど、
まあ、ユダヤ人にはまた特別でしたね。聖書に出てくるあの御使いが私のところへ来た。その驚きはどうだったでしょう。さらにこの天使が語りかけたんです。ルカ24の5、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。御使いはこう諭したんですね。なぜ生きている方を、イエス様は復活して生きている方を死人の中、お墓の中で探すんですか。イエス様は生きているんです。復活したんです。そしてそれは予言してたでしょう。あなたはイエス様から聞いたでしょう。私は復活するって聞いたでしょう。まあ、少なくとも2度聞いてるんですね。マタイ26の30、私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。よみがえるだけじゃなくてガリラへに行くって言ったんです。イエス様はよみがえってから、皆さん、そうしたらエルサレムにいるべきでしょうか、ガリラへ行くべきでしょうか。まあ、日本で言えばですね、東京にいるべきか東北へ行くべきか、まあ、しかしそれは正しくない、例えですね。エルサレムというのが宗教の中心です。今でもそうです。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地であり、あのエルサレムの旧市街、城壁の中はひしめき合っています。3つの宗教が、まあ、共存して平和にやっていますけど、やっぱり宗教の中心地エルサレム、こここそが、しかしイエス様はこう言ったんですね。ガリラへ行く、復活してからガリラへ行く。皆さん、ガリラヤってどこでしょうね。一番最初にイエス様と出会った場所です。その場所に待ってるよって言われたんですね。天使はその言葉を思い出させた。聞いたでしょ、聞いたでしょ。皆さん、今日もですね、天使は、神の御霊は皆さんに語っています。聖書で毎週日曜日聞いたでしょ。それを忘れたんですか。イエス様生きてますよ。今日イエス様の復活を信じる人はアメンと言ってください。アメン。神は私たちに思い出させてください。ヨハネ14の26、助け主、すなわち父が私の名によってお使わせになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は思い起こさせてください。聞いたこと、その聖書の言葉を思い出させてくださる。今日皆さんにそのような働きを、目に見えないですけど神の御霊がここにいて皆さんの心に働いていると信じます。メッセージはここまでです。結論を話します。結論は3つあります。まあ、結論3つあるんでまだすぐ終わらないですけど、まず1つ目、結論として今日のメッセージから出てくる結論1つ目は、神の言葉、聖書の言葉は必ず実現するということです。イザヤ書のこういう言葉がありますね。55の10、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。皆さん、神の言葉は必ずなるなんですね。雨や雪が天から降ってきたら元に戻らないですね、雨は。そしてその雨は地を潤し、収穫させる。そして人々にパンを与える、食べ物を与える。雨が降ったら必ずことを起こすじゃないか。同じように神の言葉は必ず実現する、成功する、そう書かれているんですね。皆さん、神の言葉が実現しない可能性はない。神の言葉通りにならないことは絶対ない。必ず実現する。そして神の言葉、
そしてイエス様は語ったんです。繰り返し繰り返し、何度も何度も繰り返して繰り返して、何度も何度も皆さん、その言葉が一回であっても実現します。でも繰り返し繰り返し語ったってことはね、復活する、それは必ず絶対絶対起こる。皆さん、実際に起こったんです。イエス様はローマの権力によって封印された、人間の全ての力を導入した封印を解いて復活しました。皆さん、この封印を解いて、これ見張ってる人がね、もし誰かに解かれたとしたら、見張ってる人の責任、見張ってる人は死刑なんです。命をかけて守るでしょう。皆さん、見張ってる人が死刑になるってことはね、命をかけて、命を引き換えに守るんです。人間の最大の力です。そして宗教家たちはいろんな企てをした。皆さん、人間の全ての抵抗はイエス様によって打ち破られた。イエス様はあざ笑うからです。私たちがどんなに力を込めても、どんなに神はいない、どんなに神の働きを妨害しようとしても無駄なんです。必ず神の言葉を願い、皆さん早めにですね、イエス様を信じて、イエス様の言葉に従った方がいいですね。イエス様の復活は思いつきや偶然やね、よし、じゃあここで復活させようか突然思ったんじゃない、最初から起こっていた、最初から決まっていた、この時に起きたに過ぎないんです。もっと早く起きたかもしれない、いや、いつでもいいんじゃない、この時と決まっていた、その時に起こった。皆さん同じですね。皆さんの人生において神の言葉は神の時に実現します。何か喋ってますか。神の時に神の言葉は実現する。アメン。信じますか。小学校でね、この間、消防団として行ってきたときに、まあ、学校の先生がね、静かにさせるように、そして喋ってる人に注目するようにね、あんな小さな頃からね、そういうふうに教えられてるんですね。今はそういうふうにしてますね。まあ、いろいろですね、後ろ向いたり横向いたり、横でじゃれ合って喋ったり、あるいは何か他のことをやったり、下向いたり、うつむいて苦しそうな顔したりね。皆さん、神の言葉を語ってたらね、それを聞かないで、そして聞いたらそれを信じて行きましょう。だからそしたら必ず実現します。その約束を握りしめて、その通りになると信じて生きていきましょう。2番目、イエス様の復活はまず女性たちに現れたって言うんですね。まず女性たちだった、まず女性たちだった。第1コリント 1-27、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするために、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も使わせないためです。無に等しいものを先に選んだ。皆さん、女性と子供っていうのは数に入らなかったんです。どういうことかっていうとね、イエス様の給食、5000人の給食、5000人っていうのは成人の男だけの数です。数にも入らなかった。女性と子供は数に入らない。実際は2万人いたんですね。でも5000人っていうのは数に入らない。しかし、イエス様は数に入らない。そういう、まあ、数に入らないというのは、これは人間的なことですね。神の目からはそうじゃない。むしろ、数に入らない女性に最初に現れた。弱いもの、見下されているものから先に神様は重んじてくれた。先に現れるというのは、それ重要だってことですよね。皆さん、これが福音なんですよ。これが聖書の福音。
高ぶって偉い人じゃない。最も小さいもの、数に入らないものを先にした。神はこう言ったんですね。この世の取りに足りないものや見下されているものを選び、同時に知恵あって偉い人を恥ずかしめる、うん、私は偉い、私は一番だって思ってる人がね、下痢になったら恥ずかしいですよね。なんで私を後回しにするんですか。あるものをないものにする。福音というのはそういうものです。えばって高い人が低くされ、低くなって落ち込んでる人を引き上げてください。だから今ですね、強い人とか成功した人、勝ち組という人がね、うまくいってる人がいいって思う人がね、なかなかクリスチャンになれないんです。でもそれは勘違いです。本当はみんな弱いんです。みんな何にもないんです。特に死の前にはどんなに弱くても、どんなに力強くてもね、もう帰ってきなさいと言われたら、ね、その瞬間人は1ミリ単位、1グラム単位ともね、重さは変わらないです。生きてても死ぬ、でも命がないから。小鳥だってそうですよね。飛んでる鳥、死んだ鳥、重さは一緒、でも命がない、動かない。同じように人は神に命取られたら死んでいってしまう。神のもとに帰る。全ての人は弱いんです。今日私たちは全ての人のにが私たちを含めて弱さを知り、弱さを知って神を知ることができるように、神を求めることができるようにお祈りします。アメン。最後3番目、聖書を読み祈りましょう。女性たちは天使の言葉を聞いているうちに思い出した。ああそういえばイエス様がこう言ってたな。皆さんそうなるために毎日聖書を読みましょう。少なくとも最低1章、最低1章以上聖書を読んでる人はちょっと手を挙げてみてください。1章以上読んでる人本当に1章読んでますね。じゃこれからはね、1章読んでる人は5章から10章にしてください、ね。1日の一番大切なこととして聖書を読んでる。まずスマホに電源入れたり、新聞見たり、何か宿題やる前に聖書を読んでください。じゃ時間がなかったら早く起きてください。30分1時間、皆さんそうしたら聖書を読みます。そしたら祈りましょう。祈ったら神がその言葉を思い出してくれる。神の言葉を思い出したら、ね、力が湧いてくる、希望が湧いてくる。なんでだ、私たちは死ぬでしょ。でもイエス様が復活したように私たちも復活する。そこに希望があるんです。同じんですよね、人生だけ見てるとね、だん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 終わっていくんです。下がっていく、いくらお金儲けても何してももうそれでおしまい。しかしおしまいが始まるんです。イエス様を信じた人は復活する。今日皆さんの夢も復活しますよ。昔夢を持ってた人がね、途中で諦めるんです。大きくなると、俺は私は無理だな、その諦めた夢が復活しますよ。皆さんの希望がよみがえりますよ。そして皆さんが大きく用いられるように、今日皆さんの全てが復活するように。なぜならばイエス様が復活したからです。イエス様を愛する人はアメンと言ってください。アメン。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様の復活を感謝します。イエス様の蘇ったので私たちも蘇ります。信じます。感謝します。期待します。愛する主イエス様の皆により感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんでしばらくお祈りを捧げていきましょう。今日の復活、イエス様の復活を私の復活として思い起こしていきましょう。アメン。おイエス様、あなたの素晴らしいのを祈ります。あなたを信じます。神様どうぞ一人一人が神様の愛に応えていくことができるように、多く許された者は多く愛する。あなたの悪霊から
解放されその全ての罪を許していただいた。マグダラのマリアが誰よりもイエス様を愛し、一番最初にイエス様の墓に行きました。イエス様、もう一度私たちは死にます。イエス様はよみがえりました。できないことはありません。主よ、どうぞ私たちの信仰が、私たちの考えが、私たちの言葉、私たちの内なる人を全てこのイエス様を知り、イエス様がよみがえっているように私もよみがえり、不可能はない、人にはできないこと、神にはできる、神には何でもできないことがないからだ、そのことを覚え感謝いたします。神様、どうぞここで礼拝する一人一人が主あなたの言葉に従っていただきますように気づかせてください、思い起こさせてください、信じながらください。今日悟ることができるように、この神の言葉が、その深い意味が分かるように、神様助けてください。聖霊様、そして神様、新しい習慣、この神の言葉に生きていくことができる、インターネットで礼拝する方々のうちにも届いてくださいますように心からお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。イエス様、感謝します。主は、ありがとうございます。あなたを賛美します。あなたを称えます。あなたに褒め歌を歌います。イエス様、ありがとうございます。あなたは素晴らしい方。あなたは私たちのその大きな愛に応えてくださる方です。ありがとうございます。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。ありがとうございます。どうぞこの国を覚えてください。天の陛下の代替わりしようとしています。主よ、どうぞこの代替わりが一つの大きなリバイバルの突破口となっていきますね。主よ、あなたの時に日本はリバイバルします。この天の陛下の代替わりも大きな意味があると信じます。そしてまた政治も選挙が行われ、統一地方選挙が行われ、市町村の首長選挙が行われる中で、新たに政治を変わっていきます。神様、どうぞ働いてください。むすぐってください、揺らしてください。神様、あなたの御心がこの地で行われる、天で御心が行われる、この地で行われる、御国が来ますように、御心が行われるように、心がイエス様、感謝します。ひれ伏し、ひれ伏しを拝みます。ひれ伏しを拝みます。新たなリバイバルが来るように、この一週間私たちを用いてください。イエス様、お願いします。主を感謝します。愛するイエス様の皆によって感謝して賛美してお祈りいたします。皆さんで一緒に献金を捧げていきたいと思います。献金を準備してください。驚くばかりの恵みだよ。この賛美をしたら献金をしましょう。驚くばかりの恵みだよ。
アメン。主に感謝しよう。主に感謝せよ。主は誠に契約に忠実な方、その恵みはとこしえに。生産式を行います。生産式を通して神の愛が一人一人の心の中に深く刻まれることを祈ります。どうぞ心を合わせてください。心を伝えてください。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストの十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚え、この交わりをよいを厚くし共に福音の証に生きることができるように助けてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエスは十字架にかけられる前夜パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方に与える私の体です。私を覚えるためこれを行いなさい。感謝を持ってイエス様の体をいただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を思いなさい。これを飲むたびに私を思いなさい。感謝を持っていただきましょう。感謝いたします。お祈りをいたします。小部屋を慣れて心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願うは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名により感謝してお祈りを捧げます。アーメン。あなたは再びあなたは Jesus, 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 Jesus
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。一人一人の中にある病原菌、悪魔、悪霊、信仰、主よ、あなたの良きもの以外、あなたの命から派生したもの以外のものを今断ち切り、分別し、追い出してください。断ち切ってください。イエス様どうぞ、イエス様の血潮で清め、主よ、二度とこの悪魔が入らないように神様、あなたが聖別し、分別してください。イエス様お願いします。聖霊の油を注いでください。油であなたはその羊が虫が近寄らないようにするように、神様あなたの罪誘惑けがれたら守ってください。主よ、精霊であふれさせてください。あなたの力であふれたようなことができるように助けてください。おイエス様ありがとうございます。あなたの助けは完全です。イエス様今生きておられます。イエス様生きています。あなたは今ここにおられます。主よどうぞ、イエス様の命から離れた全てのものは主を直ちに出ていく。イエス様のこの命で溢れさせてください。聖霊で満たしてください。聖霊で溢れさせてください。おーイエス様ありがとうございます。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。イエス様あなたの力で命に溢れるよう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 にお願いします。溢れるようにお願いします。溢れるように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 主をお願いします。主をお願いします。溢れるように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 溢れるようにお願いします。おおイエス様ありがとうございます。今一人一人が皆清められ聖霊に満たされ新しくなりました。あなたの力が注がれていることを心から感謝します。愛し、期待し、喜び、賛美し、アーメン、ハレルヤ、進んでいきます。私たちのこの一歩一歩の人生をお導きくださいます。心からお願いします。イエス様愛します。イエス様称えます。アーメン、アーメン。あなたを愛します。誰よりもあなたを愛してる。あなたを誰よりも。起こしてまで。Oh,
Thank you.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願う主は、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、それましてお一人お一人とともに、そのご家族親族一同の上に、インターネットで礼拝された方々とともに、今の後も、よる限りなく、あらんことを、アーメン。感謝の拍手をもって、イエス様にエコーがいきます。アレルヤー。アーメン。アレルヤー。神様は素晴らしいお方ですね。神様の祝福が豊かに与えられています。